伝説と言われ架空の存在とされている竜。しかしその存在を本気で信じるとなぜか幸福が舞い降り、一気に人生が自分の思い通りに進んでいきます。そこでこの番組では日本各地に点在する有名な竜スポットや、さらに地図にも載らない地元の人さえ知らない、そんな秘密の竜スポットまで竜さんを愛する私が巡り、現場の強いエネルギーを映像に込めて皆様のもとへお届けします。岡山県津山市の山の中に宇宙とつながれると話題となっている神社があります。その名は寒原神社奥の宮。大阪にある人気の神社寒原神社の奥の宮で、神様に呼ばれた人だけがたどり着けると言われています。実はこの神社にはそうそうたる神様がお祭りされています。御祭神を見るだけでもそのパワーの強さを感じられますが、実際に神社のある山に行ってみると確かに非常に強いエネルギーを感じることができました。中には写真にオーブが映る人や宇宙とのつながりを感じる人、さらには竜神様の姿を目にする人など、不思議な体験をされる方が後を絶ちません。神秘的な強いエネルギーをいただくことができる寒原神社奥の宮へ皆様を映像でお連れいたします。Thank you.
この車が止まっている場所の右奥で、実は今回私は最も強いエネルギーを感じました。行く方はほとんどいなかったのですが、必ず参拝されることをお勧めいたします。
実は、このお社の左側は、特に何もないのですが、なぜか、非常に気になり、思わず、長い間、そこで手を合わせていました。理由はよくわかりません。さらに、この神社には、いくつかの高い波動を感じられる場所が、他にもあります。それでは最後に宇宙からのエネルギーを直接受けることのできる天空のスポットへご案内いたします。
あなたは自分の中に確固たる自信を持っていますか？実は本当の自信とは何かを成し遂げないと生まれないわけではありません。自分には自信があるんだと今ここで信じきることで、実は本当の自信が生まれてきます。なぜならあなたはこの地球にとって本当に大切な、なくてはならない存在で、だから今この激動の時代にあえて地球にやってきているのです。あなたは存在するだけで自信を持って良いのです。そして自分が自ら作り出した自信こそ最強の自信で、人生を切り開くあなたの強い味方となってくれるのです。はい、ということで今回は岡山県の津山市にあります寒原神社奥の宮をご紹介いたしました。本当にですね、山自体が、神聖な強いエネルギーに満ちたですね、とても素敵な場所でした。この神社ですね、本当にこうたくさん、見どころというかですね、行っていただきたい場所がありまして、実はまだまだこう紹介しきれていないんですよね。でいくつかですね、ここで、紹介したいと思うんですけども、まずね、一番上に、上がったあのエリアですけども、本当にですね、やっぱりこう高い場所ですので、空が、とてもこう近くてですね、宇宙ともこう近いですから、上からのねエネルギーを、たくさんいただけるというふうに、私は感じました。でこちらにはですね、展望台がありまして、でこれですね、こう登っていきますと、下がですね丸見えなんですよね。でちょっとですね怖かったんですけども、ただですね、こう一番上まで、登っていきますと、そこからはですね周辺の、山々をこう見渡すことができまして、とても綺麗な風景なんですよね。で、あの風のこうエネルギーを、たくさんいただけるなというふうに感じましたので、ぜひね、行った方はここの展望台、登っていただければと思います。あとはですね、この上のエリアに小さな神社のお社がありましたけれど、あそこはですね、本当に私は、初めて行ったんですけども、なぜかこう懐かしさをね、感じまして、ですので、まあ前世でもご縁のあった場所だったんだろうなというふうにですね、何でしょう、こう魂の奥からですね、こう感じられるような、場所だったんですね。でまあそういった場所っていうのはですね、人それぞれ、もちろん違うと思うんですけども、もしかしたらですね、今回こうお届けしてるわけですから、この映像をねご覧いただいている方の中にもですね、もしかしたらこの場所がですねご縁が深いというようなね、同じようなこう懐かしい気持ちになった方がもしかしたらいらっしゃったかもしれません。でそういう方のためにですね、もしかしたら私がですねこう代表として行って、ね、今回お伝えしているのかななんていうですね、そんな気持ちにもなったんですけども、まあ本当に私自身ですね、あのエリアですね、なぜか本当にこう懐かしい、魂のですねこう記憶が何かがこう蘇ってきそうになるくらいのですね、そんな、素敵な場所でした。それとこのお社のすぐ横にですね、とても可愛らしい佇まいの木がありまして、この木もですねとても、エネルギーが強く感じられたんですね。でこの木はですね、何でしょう、こう宇宙から降り注がれているエネルギーをですね、この木がですね、何でしょうかね、こう飛来心のような感じで、
こう下ろすことができるんじゃないかというふうに感じたんですよね。で、人間もですね、同じようにこう宇宙からのエネルギーをこう頭から得てですね、あとは地球からのエネルギーを足からこう得てですね、エネルギーをこう循環させるっていうことが、まあ、訓練をするとできるようになるらしいんですけども、まあ、私はまだできませんので、そういったね、できない方にとってはですね、こういう気っていうのがもしかしたらですね、こう宇宙からのエネルギーをこう気っていうのは得ていて、さらに地球からの、ね、エネルギーも根を張ってるわけですから、得ることができるわけですから、気っていうのは、そういう、ね、エネルギーをこう得ているんじゃないかというふうに私は感じたんですね。ですので、例えばこう木に近づいたりですね、あるいは、自分の周波数を合わせたり意識を合わせると、こう木からですね、宇宙や地球のエネルギーをいただけるんじゃないかというふうに、なぜかね、この木を見ていて私今回感じたんですよね。そしてですね、この木の奥にもですね、素敵な場所がありまして、それはですね、こちらの、可愛らしいお地蔵さんがいらっしゃったんですね。で、このお地蔵さんもですね、とても、素敵な波動、柔らかい優しいエネルギーにあふれていましたので、ぜひ忘れないで行っていただきたいなと思いました。で、このお地蔵さんをですね、撮影しまして、あ、これで終わりだな、帰ろうかなというふうに思ったんですけども、まあ、意識では思ったんですけども、なぜかなかなかですね、帰ることができなくてですね、何かまだ残ってるなっていうようなですね、不思議なこう意識があったんですね。それでなかなか帰れずにいてですね、このお地蔵さんのエリアにずっといたんですけども、そうしましたらですね、下から、人が上がってくるのが見えまして、でお地蔵さんの横を通って、まあ、すぐ私の横を通ってですね、行ったんですね。それで初めてですね、ここに細い道があるんだと気づいたわけですね。その人たちが上がってこなかったら気づかなかったんですけども、あ、ここに道があったんだということに気づきまして、でそっから降りていったわけですね。そうしましたら、降りたエリアにすぐにですね、小さなですね、石の石板のようなものがありまして、でこれは何かはちょっとわからなかったんですけども、このエリアがですね、本当に素敵なエネルギーにあふれていたんですね。ここがね、何かこうなかなか帰れなかった理由だったんだなというふうに私は思ったんですね。このエリアはですね、本当にいらっしゃってる方ほとんどいないんですけども、なぜか、とても素敵なエリアでしたので、ぜひね、行かれた方は行っていただきたいですし、ここのエネルギーをね、お伝えするために、私はね、なかなか帰れなかったんだなというふうに感じました。まあ、本当にですね、このサムハラ神社、とてもエネルギーが強いなというふうに、感じることができましたので、映像をねご覧になった方の中にもですね、やっぱりこうエネルギーっていうのは必ず届くと思っていますので、何かね、不思議な、あったかいような、エネルギーでしたり、あるいはね、懐かしさに似たですね、エネルギーをこう感じた方が、今回の映像でね、いらっしゃったんじゃないかなというふうに私は感じています。で、いろいろね、調べてみますと、本当にね、有名な方とかですね、芸能人の方とかですね、もう結構こちらに行ってる方多くてですね、何かしらのやはりですね、こうパワーをいただきに行ってるんじゃないかなというのを強く感じました。さあ、そしてですね、7月7日、七夕のですね、夜7時から、ジャパンビューティー初となる、ミニコンサートですね、いよいよ、近づいてまいりました。本当にワクワクでですね、いろいろ今準備を進めているんですけども、今回やったようなね、神社紹介、これをですね、新しく撮影して、その場所で、まあ、公開するんですけども、こういったね、神社紹介の映像に生で、ピアノをつけていただくというですね、生ジャパンビューティー初の試みになるんですね。本当に楽しみなんですけども、まあとにかくですね、7月7日、本当にですね、皆さんにお会いできるのを、楽しみにしております。ということで、今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。